こんにちは、バレエダンサーの武田純です。今回この動画ではバレリーナのようなしなやかなスタイルを目指すバレエクササイズをご紹介します。皆さん一緒にエクササイズしていきましょう。今回はお腹とウエスト周りを引き締めていきましょう。それではまず膝かかとつま先をくっつけて立ってください。そしてアームスは丸みを持たせてこのように置きます。これをおへその前に持っていきましょう。この状態で膝はつま先の方に曲げて、前にですね、曲げて、で伸ばします。そして今度は両手を頭上に持っていって、足を外側に開いていきます。この時に股関節から足を外側に開いて行ってください。膝をつま先の方に曲げて伸ばします。もう一回戻りましょう。前の方に曲げて伸ばす、外へ曲げて伸ばす。膝を伸ばした時にしっかりとお尻を締めて、そのままお腹を引き上げましょう。もう一回曲げて、お尻締めて、外を曲げて、お尻を締めて、お腹アップ。これをゆっくり4回行ってください。それでは音楽に合わせてやっていきましょう。